ことあると思った。ただいまの時刻が8時39分です。はい。今からご飯を作っていこうと思います。この間車中泊した時に上の蓋があるとすごく取り出しにくいっていうことを学習しまして、全部上の蓋を取ってこのまま持ってきました。コンパクトではないけど今日はそんなに荷物はなかったです。全部シェードをつけました。で後ろはもうねちっちゃい虫がもう出てきているので網をしてます。まずは少し腹ごしらえで、これはね自分たちが食べる用じゃなくて魚の餌用で買って、あとねただこっちは夜食にお腹すいた時用に買ったのと、でちょっとお腹が減りすぎてるので一旦おにぎりを食べたいと思います。エビマヨだったっけ、ツナだったっけ、どっちだったっけ。コーローみたいな感じでしょって言ったんだけど、もうねうまくいかないよね。全然じゃん。砂糖。わ、入れすぎ。やっぱ風が通らないと結構熱気がこもるね。こもる。換気扇がないしね。うん。よし。もう想像以上にやっぱり車中飯って難しい。難しい。マジで難しい。スペースが限られてるからね。うん。それではいただきます。はい。美味しい。生き返った。生き返った。あのサーモスは持ってきたけども、とりあえず1本目はもうすぐ飲み切ると思ってサーモスに入れなくていいかなと思って。止まらないね。
きます。ピーナッツ豆腐好き。ちょっと、イカ釣ってくる。行ってらっしゃい、頑張って。今ですね、すっごい過ごしやすいなって思ったら快適くん出てますね。いただきます。釣りを頑張ってるのにね、私は飲むっていう。めっちゃ明るいじゃん。明日の朝にすれば。ただちょっと暑い。少ないでしょ。寒かった時用に寝袋を一枚出しとくか。いつすこれ。ドスッピンです。今洗ってきたばっかだけど。あの車中泊大変本当に。すごいよね、だからね、してる人たち。おはようございます。今の時刻は4時55分です。4時半にアラームをセットして4時40分頃起きまして、今準備をしているところです。カズさんはもう外で釣りを始めてるんですけど、私は日焼け止めとかを塗って準備が終わったら釣りに行きたいと思います。食べる。まあ食べよう。くらめっちゃくらすごい。映らん。うん、たまらんじゃないと。あーもういなく、あ、見えるか見えないかな。あ、すっげーいるじゃん。まだいるか。いるいるか。いるいるか。何頭ぐらいいる。ほんと10頭ぐらいいるね。もういいって。見えんかったかも。びっくりするわ。うわっ、ちっちゃ。ほら、こんな感じで来るから。すげー、やってみて。早っ。リリースだね。なんか来た。え、なんか来てたの。
結構でかくない？旗？うん、ギリ持って帰れるかもしれない。うん、旗だね。何旗かわかんないけど。よかったね。そこにつけてからゆっくり巻いていくパターン。取られた。投げてそこにつけてあのゆっくり巻くっていう。ここ大丈夫？ここ深いから。すごい、火薬の人本当多いね。火薬が多いって今日何台いる？もう4、6台は軽くいるよね。なんかかかった。うわ、本当だ。ちっさー、ちっさいの鶴の達人だ。ありがとうございます。リリースだよね。うん、もちろん。それでは帰ります。はい、お菓子を食べながら、お菓子を食べながらね。朝ごはんを食べてないから、このお菓子で朝ごはんにしたいと思います。 Go。 激励。みんなここから出すの？ここまで。そうなんだ。ここに置くんだ。あ、そうなんだ。ここに置くんだ。だって開けるもん。ああ、そうなんだ。ね、見とけばいい。ちなみに、ね、ここに置いてあるのは、ここに置いてあるのは、sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We
just I'm one of those things.